カニのアダルトビデオ。皆さんこんにちは、トミックです。俺前にね、モクズガニっていうのをまあ何回かやってるんだけども、普通のズワイガニ、タラバガニとかとモクズガニの違いって何だと思う？そうだね、凶暴かそうでないかの違いでございます。モクズガニって普通のカニに比べたらちっちゃい方なんだけども、とにかく暴れる、攻撃してくる、脱走する。前の動画でも上げたと思うんだけども、カニが1匹脱走して、編集部屋に1ヶ月潜伏してたこともあったんで、割とヤバいですということで、今回それをね調理していくビデオ。ねえ、モクズガニモクズガニを3匹ほど用意しました。もうすごい喧嘩売ってくるからね。めっちゃ挟んでくるぐらい凶暴。離せ、この感じで挟んでくる、やばいんですよ。とにかくそんなね、モクズガニを調理するときって生きてる状態をキープしつつ茹でたり焼いたりするんだけども、前から俺の動画見てくれてる人は分かると思うんだけど、とにかく逃げる、危ないので、まあどうしようかなと考えたわけですよ。で、鮮度を保つ方法として瞬間冷凍っていうのがあるんですよ。あれ？瞬間冷凍といえば？そうだね、トゥットゥドゥーン、エタノール、マイナス80度の液体で瞬間冷凍をして、その凍った状態のままお湯にぶち込めばノーリスクで美味しいモクズガニのスープが飲めるわけだ。再び買ってきました。何を？せーの、近所の氷屋さんで買ったドライアイス。融点が低いんでね、マイナス80度ががっつりエタノールに来るわけですよ。その温度を利用してモクズガニを凍らせていくというビデオでございます。ということで、これからね、モクズガニを、おいてーくねー、びっくりした、マイナス80度の液体で凍らせる。じゃあまずはね、このボウルの中にエタノールとドライアイスを入れていく。この状態で一回もう鍋に水を入れて火をつけて温めておきます。すぐにね、カニが茹だるようにね。それじゃあね、いよいよこのドライアイスを入れます。あ、いいね、この板の感じ素晴らしい。うわ、煙すご。うわ、これだけでもとりあえずいいな。それじゃあね、このボールはね、マイナス80度まで温度が下がりました。じゃあいよいよモクズガニを入れます。うお、めっちゃ危ないやん、怖っ。ちっちゃいやつからいこうかな。ちっちゃいやつもちょっと挟もうとしている。こいつは、こいつに関してはもはや警戒状態。入れていきます。ほっ、あ、ちょっとでかいな。おお、やばい。よし、そのままこれ。ちょっと時間を置けば確実に凍るんで、スーパーで売ってるタイプのほら凍ってるカニやんちゃん、あれになる。アルコールが心配なのかもしんないけども、アルコールは火通したら全部飛ぶんで問題はないです。すごい煙が出てる。おいさー、よいしょ。おお、このままね、ほぼ生きた状態のまま沸騰させることができます。なおかつおとなしくね。これやばいでしょ。はい、まだ挟むか。凍ったのを確認できたらこいつを茹でます。じゃあ入れます。よいしょ。お、凍らせるぐらいでいいんですよ。できました。見て、モクズガニのカニ味噌の色。カニ味噌っていろんなカニ味噌あるじゃん。カニ味噌だけでいったら多分ね、トップ3には入る、モクズガニは。だからそれぐらい
カニ味噌がうまい、モクズガニはマジで。個人的な偏見はあるかもしれないけども、カニの足の身が好きな人はタラバガニをおすすめする。で、カニ味噌が好きな人はモクズガニか花咲ガニとかがいいと思います。逆にワースト1位、タカアシガニ。最後まで見てくれてありがとうございました。このビデオ見ないと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。明日のビデオのモチベーションのためにもグッドボタンお願いします。